ディープバンタム級5分2ラウンド、関原翔 VS 力也。第1試合リープバンタム級の5分2ラウンドです。今映っておりますひげを蓄えているのが力也、相対する髪色が少し明るい方が関原翔です。両者離れていきました。
ラウンド、リーブバンタム級5分2ラウンド第1ラウンドの開始です。黒いですね黒い最初の印象はやはりそういった、いや黒いですね、はい、どちらもこうガツガツと戦ってくれそうな、そんな雰囲気を醸す両者です。髪色明るい方が関原翔です。左足を前にしています。右足を前にしているのが力也です。この関原選手痺れるのがですね、はい、明日のジョーを読んでですね格闘技に目覚めたと、はいはい、そこから格闘技の道へ。タックルに行って、そして力也の首が、ね、力也が首に腕を巻いている。これ力也選手金網に押し込んじゃってもいいかもしれないですね。あ、なるほど、はい、この場所ではなくて、そうですね、あの金、さあ締めに行く、立ったまま首を締めていく力也。ちょっと無駄に力を使うの感じをしたいと思うんですけどね、はいはい、押し込んだ方がいいですよね、あれは、はい、今金網に押し込んでしまえばもしかしたら決まったかもしれないですけど、あの関原選手が体を浮かすことによって隙間ができてしまったので、はい、まあ、あの動きは得意だと思うので、そこまでのスタミナ消費はないのかなとも思いつつ、ただちょっと余計ではあったのかなという感じはしますね。そこから潰して関原が今は上になる格好、横から抑え込もうとしています。山久保さん、早速力也が見せ場を披露してくれましたね。はい、で、ね、まあ、でもあんだけ、ね、釣り上げるということは自分の力に相当自信あると思うんで、はいはい、まあ、やはりそのインカレ2連覇というところのバックボーン、そうですね、レスリングも、ね、本当十分実績持ってますからね、はい、まあ、これその関原選手が、ね、どういうふうに動くかですね、ここから力也選手突然おとなしくなっちゃいましたあ、でも素晴らしい、しかし下から暴れているのが力也、肘を落としておりますのが関原です。ディープ初参戦のこの戦いです。山下選手、はい、関原ここからどういうふうな展開を期待したいですか。そうですね、今のところ関原選手どちらかというとやっぱり打撃の選手だとは思うんですけども、はい、まあ、現状今上を取っている状況なんですね、うん、で力也選手があまり下での動きが得意ではなさそうなので、はい、この場面に甘んじてしまってもいいのかなっていう気はしますね。ひっくり返そうとした力也ですけれども、そうはさせない関原が上になっています。ちょっとレスリングから転向してきた選手ありがちな部分ではあるんですけども、はい、まあ、背中を完全についたところからちょっと動きが、うん、なんか種類レパートリーが少ないっていう傾向が見られがちなんですね、はい、で、まあ、ちょっと力也選手その傾向をまだ残してしまっているのかなっていう見てて思いましたので、まあ、関原選手としてはここ行ってしまったら楽なポジションですよね。相手がそこまで下で暴れてこないので、うん、コツコツ殴り続けて相手を削り続けるっていうことができるかなと思いますね。下からいろいろなこう何かを予想する必要がないというところ。そうですね、立ち上がっていく力也がもう一回、ここで上向いとけ、もう一回力也が関原の首に腕を巻いていく格好です。足かけられたら足かけに行ってもいいぞ。先ほどはここから立ったまま決めに行くという姿勢もありましたが、崩していく。そうですね、ちょっと一応首は取ってはいるんですけども、はい、かなり脇は空いている状態ですので決めるまでは至らない形でしたね。関原逃れました。まだもうちょいしっかり、熊久保さん、力也もこうチャンスと見ると動いてはいきますけれども、そうですね、もう一回一気に離れた方がいいかもしれないですね、はい、関係を高い戦いするには。さあパンチです、染みに行くのは関から、そうですね、あ、これ止められますよ、これ止められますよ、ね、はい、ちょっと動かなすぎですね、ここで止まった雄たけび、制したのは関原翔。見事に関原翔が力也を仕留め切りました。山下選手、はい、最後仕留め切りましたね。そうですね、関原選手が金網際で、はい、サイドを取りながら、サイドバックですね、相手が亀の状態になっているところに横から脇の下をくぐるようなパンチを出しまして、はい、うん、やっぱり下脇の下から上がってくるパンチって非常に見づらいんですね、はい、見づらいパンチってやっぱり効いちゃうんですよ。でもしかしたら序盤のこの動きですね、首を取る動きで疲れちゃったのかもしれないんですが、はい、極端に動きが悪くなったので、そこを逃さずに関原選手が攻め切ったという試合だったと思います。力也その後はちょっと防戦一方という感じになってしまいましたね。まあ、非常にここのキープの仕方が関原選手うまかったですね。はい、熊久保さん、はい、
まあ、力也も序盤こうタックル仕掛けていってなんていうシーンがありましたが、はい、関原はそれをうまくしのいでいきましたね。そうですね。で、やっぱ関原選手ね、やっぱりこのチャンスと見た時の畳みかけ方、はい、まあ、素晴らしかったですね。はい、一気に行きましたからね。最後はもう本当に気迫のパウンドラッシュというところで仕留めてくれましたね、はい、そうですね。もうすごいテンション上がってたんじゃないですかね、あそこは、はい、はい、いや、バンタム級というのは本当にいろいろなファイターがいろいろなところでという活躍を見せてくれますね。マイクがあるようです。皆さんこんにちは。ディープ初参戦になって、こんなでかい大会に、出場できて本当幸せです。今日のために毎日毎日一生懸命自分が追い込んできました。皆さんにいいとこ見せれるように頑張ってきました。これからももっとトップのやつら一人ずつぶっ飛ばしてライジンやでかいとこに出たいと思ってるんで、皆さんはよろしくお願いします。階級も今バンタムからフライに変えていこうと思っているんで、フライ級の今日勝ったやつ負けたやつでもいいんで戦いたいです。よろしくお願いします。見事 KO 勝利でございました。関原翔選手に盛大な拍手を。見事な勝利を挙げました。そしてフライ級へという意気込みも述べてくれました。関原翔、見事な1ラウンドの勝利でした。